かつては偉大なる将軍としてその名を馳せたクレイトスだった。幾年もの苦悩の末、今は神々の戦士としてスパルタの亡霊と呼ばれるようになっていた。神々の手足となって働く彼の唯一の望みは、脳裏に焼き付いた悪夢からの解放だった。だが今は戦いの真っ只中にその身を置くことでしか苦しみから逃れる術はなかった。その日、神々の命を受けて降り立ったアッティカの町において、クレイトスはペルシャ軍の解き放った想像を絶する魔物と対峙することになる。忌まわしい魔物を持ち込んだものだな、ペルシャ人よ。魔物だと？魔物などではない、スパルタ人よ。あれこそがペルシャの意志、聖なる浄化の力だ。こうしている間にも我がバジリスクが町を掃除しておるわ。この地にペルシャの栄光が轟くようにな。オリエンポスからの信託がある。私はそれを伝えに来た。つまり貴様はただの使いか。では貴様の貧弱な神どもに伝えるがいい。たった一人の哀れなスパルタ人ごときでは我らを阻むことなどできはせん。頼む頼む、殺さないでくれ。欲しいものは何でもやろう。貴様から欲しいものなどない、ペルシャ人よ。国をやる、女も金もだ。そんなものなどいらん。だが貴様の命はもらう。ペルシャ人によって放たれたバジリスクを葬り、クレイトスは神々からの使命を果たした。だがそんな些細な勝利ではスパルタの亡霊と呼ばれる彼を満足させることはできなかった。使命とはこの程度のものか。他にはないのか。太陽が滑り落ちるように姿を消し、世界は暗闇に包まれた。それが神の啓示ではないと彼は気づいていた。今度は何の災いだ。地平線の彼方に謎めいた光があり、クレイトスはそれを目指した。だがその先には彼の想像を絶する運命が待ち受けていた。クレイトスが立っていた神殿は太陽神ヘリオスの馬車だった。それは炎の旋波に惹かれて天空を駆け巡り、陽光を世界に降り注がせる太陽そのものなのだ。クレイトス、アテナ、一体何が起こっている。クレイトス、時間がありません。あなたの助けがいります。役目は十分に果たしたぞ、アテナ。もううんざりだ。早く私の悪夢を消し去ってくれ。使命の終わりを決めるのはあなたではありません。いずれ解放されます。しかし今は我らの命に異を唱えずに従いなさい。太陽神が天空から引き下ろされたのです。この神殿は太陽神ヘリオスの馬車です。主の統制を失い、炎の旋波はこの馬車を大地へと激突させました。ヘリオスがいなければモルフェウスが不滅の力を手に入れてしまうのです。すでに多くの神々が深い眠りに落ちました。
このままでは世界はモルペウスの闇の支配に屈するでしょう。私に何をしろと？ヘリオスを見つけ出し、彼を天空に戻すのです。神と人の世界が永遠に失われないように。彼の光、それだけが闇を打ち払える。アテナ、アテナ、よく来てくれました、スパルタの亡霊よ。タイタン族のアトラスが戒めから逃れ、我が兄ヘリオスを天空から連れ去ったのです。アトラスは太陽神をどうする気だ？ヘリオスは太陽の力を持っています。それは世界を破壊するほど強大な力。決してタイタンの手に渡してはならないのです。兄の玉座から太陽の盾をお取りなさい。オリンポスの門を抜ければそこに私がいます。急ぐのです。この間にも我が兄は苦しめられているのです。クレイトスがその洞窟に入ると、ヘリオスの妹暁の女神エオスが座っていた。陽光を遮られ明らかに衰弱していた。あなたを導いてくれたゼウスに栄光がありますように。ゼウスが私を導いてくれたことなどない。私はゼウスとオリンパスの神々の奴隷に過ぎ。兄を救ってくだされば、彼はあなたを解放し苦痛を取り除くようゼウスを説得するでしょう。お約束します。神々は何度も約束を破った。すまないが、お前の約束も信じるのは難しい。ではそれは置いておきましょう。原始の炎が消えようとしています。ヘリオスがいなければ命の源である光を保つことができません。彼を見つけられなければ我らを待つのは闇と死のみなのです。ヘリオスはどこにいる？それは分かりません。そこの通路へお行きなさい。原始の炎を手にすれば、それが残りの馬たちへの道筋を照らし出すでしょう。彼らが主のもとへ導いてくれます。我が兄のもとへと。ヘルメスの加護のアランこと、スパルタの亡霊よ。現場を解き放ったことによって、彼の身は馬たちに委ねられた。その行き先すら彼には分からなかった。馬車はモルペウスの領域から逃れ、冥界へと駆け下りていった。だがそのまま駆け進むことはできなかった。そこでは光の世界に属する者の存在は許されないのだ。
クレイトスは人が決して足を踏み入れない場所、冥界に立っていた。ここは死者の魂が定められた道をたどる世界。これが始まりに過ぎないことを彼は知っていた。私は奴隷ではない、カロンよ。我らは同じ定めを背負っている。神々は我らの苦痛を取り払う気などないのだ。伏せるがいい。まだその時ではないのだ、人間よ。我が選んだ道だ、スパルタの奴隷よ。ゼウスの手によってタイタン族は1000年もの間、わずかな望みもないまま縛り付けられ拘束されてきた。だが今やタイタンの一人、アトラスを拘束していた鎖が解かれており、クレイトスの脳裏を一つの疑問がよぎった。誰がこの化け物を解き放った？また貴様か。アルタロスの壁もアトラスを封じ込めることはできなかった。それと同じだ。神々が自らの奴隷に情けをかけたか。私を見くびるな、カロン。覚悟しろ。今度は一切手加減せんぞ。カロンを撃退し、クレイトスは冥界のさらに奥深くへと進んでいった。遥か彼方でヘリオスの放つ光が冥界全体を照らし出していた。ふと岸辺に目をやると、クレイトスにとって無視できぬ人がそこにはいた。それはまるで幻影のようだった。カリオペか。彼が目にしたのは、今は亡き娘の姿だった。これまで身を捧げ、熱望した者の全てがその手の届く距離にあったのだ。長年にわたる神への献身をもってしても、クレイトスの苦悩は薄らぐことすらなかった。だが、今目の前に娘がいる。カリオペー！